セントジャイルズ大聖堂内部のボールと天井ステンドグラスセントジャイルズ大聖堂はスコットランドエディンバラにあるスコットランド国教会の大聖堂。別名をエディンバラ公教会といいロイヤルマイルの中間にある非常に目を引く冠ンで飾られた建物である。大聖堂はおよそ900年間エディンバラにおける宗教の中心であり時には 長老派教会の母教会とみなされている。形式的見解において、17世紀の二度の期間に、セントジャイルズは唯一の大聖堂だった。当時、イングランド・スコットランドの王権によって監督制は、退けられ、セントジャイルズは、スコットランド教会内部で事実上優勢だったので、ある。直居実都市としてのエディンバラには、 スコットランド宗教改革以前に大聖堂はなかった。エディンバラはセントアンドルーズ大聖堂にあるセントアンドルーズ司教座に属していたためである。宗教改革以後の歴史の大半においては、スコットランド教会の組織内に司教、司教区、または大聖堂はなかった。このように、大聖堂という名称の使用は実質的な意味合いがない。 公共会という名称はそれよりさらに古く、大聖堂という大位の制限の前によく示されるようになった。セントジャイルズはエディンバラ旧市街にあるスコットランド教会の教区教会である。毎週日曜日ごとに5つの政務が行われ、同様に自治体と民事の日課と特別政務も行われる。現在の教会牧師はマクミラン氏である。その名の通り、 中世に非常に人気のあった身体障害者とハンセン病患者の守護聖人、聖、アイギディウスに建物は、建造されている。建物最古の部分は、4本の大きい中心柱で、ごくわずかな証拠で1124年以来あると、されている。1385年に建物は、火事で損傷し、以後の年月に再建された。現在の大聖堂内部の多くの部分は、 この時期からのものである。長年にわたって、即労に礼拝堂が付け足され、むしろ不規則な平面図のままで、大いに教会は拡張された。1466年、セントジャイルズは共同管理協会に昇格した。地位の昇格に応じ、ランタン等が1490年頃に付け足され、内陣天井が高くされ、開けた階層が設置された。 宗教改革前の16世紀には、教会内におよそ50の祭壇があった。セントジャイルズには、19世紀と20世紀からある、スコットランド有数のステンドグラス窓がある。よく知られた窓には、ビクトリア窓、バーン・ジョーンズ窓、北曹、バーンズ窓である。ビクトリア窓は、エディンバラ市長、ウィリアム・チェンバースの命令で作られた。 彼は1872年のセントジャイルズ大聖堂、復興の先頭に立った人物である。この時まで、セントジャイルズは、宗教改革の直後から、中心となる、建物の中の複数の教会から構成されていた。これらの教会は、壁と、ボールとへ差し込まれた回廊と共に分けられていた。復興事業によって、一つの空間の中に教会を再統一した。 悲劇的にも建物は左右対称でなければならないという不毛な脅迫観念が教会一部の事実上の解体に結びついた。とうとう冠り戦闘を除いた大聖堂の外観は柔らかな灰色の砂岩の切り石で上張りされ、スコットランド中世建築に対して異質なゴシック装飾を標準化した。これは教会の原型の外観に対しての留意が乏しかった。 ユニークな特徴と、聖愛ギディウスの歴史的な関心は、無知と傲慢の合体のために知られる修復において、無謀にも破壊された。20世紀後半に行われた冠戦闘の繊細な修復は、さらに注目されることはなかった。幸いにも、壁とボールとが部分的に漆喰を塗られたものの、教会内部はより多くの最古の特性を保持している。壁の 削り落とされた部分にあたる色の暗い荒い石は完成当時の中世の建設業者が目にすることはなかったもので教会内を必要以上に暗くしてしまう。ステンドグラス窓にかかった費用は市長とその他の寄付提供者が引き受けた。北東角から始まり北西角で終わる7枚の窓の上には連続して物語が描写されている。 この一連の物語の窓の一枚では、十字架を持つ、スコットランドの守護聖人、聖アンデレが描かれており、その両側には聖コルンバとダビデオがいる。1911年に建築家、ロバート・ロリマーが作った、ッスル礼拝堂は、スコットランド第一の国である、ッスル騎士団の礼拝堂である。小さいが見事な礼拝堂は、 驚異的なまでに細部を彫刻され描かれている。騎士団は1687年にジェームズ7世によって設立され、君主と16人の騎士たちで構成されている。騎士は王家が私的に任命し、国家や国際情勢に対して重要な貢献をしたスコットランド人が通常選ばれた。失する騎士の中にはアレック・ダグラス・ヒューム、大法官を務めた。 マッカイ・オブ・クラシファーン男爵・ジェームズ・マッカイ、外交官フィッツ・ロイ・マクリーン卿がいる。その圧倒的な大きさと位置と同様に多くの記念碑と記念物がセント・ジャイルズを人気の観光地たら占めている。ロイヤル・マイルで毎年開かれるエディンバラフェスティバルの間特別に関心を呼ぶ。大聖堂内に埋葬されているのはモントローズ公爵。 ジェームズ・グラハムと敵であった初代アーガイル公、アーチボルド・キャンベル、小説家、ロバート・ルイス・スティーブンソンらで、1638年の国民名役の副社が額に入れられている。プロテスタントの改革者、ジョン・ノックスは、教会の庭に埋葬されたが、墓は現存していない。ありがとうございます。